はい、こんにちは、ヒロです。今日はですね、30キロ走ということでマラソンのトレーニングをしていきたいと思います。今日はね、かなりいい天気で、青空の下走れそうなんですけど、これまでね、僕が、サブ 3.5 への道ということで、今度3月の桜マラソンに向けて、サブ 3.5、3時間30分を切れるように、いろいろね、トレーニングしてるんですけど、今日は30キロ走ということで、ちょっとサブ 3.5 よりも、ペース早めで、4分50秒ぐらいを、目指してね、走り切れるように、今日はちょっと一回頑張ってみようかなと思います。じゃあ30キロ走やっていきたいと思います。よし、それじゃあ行きます。よーい、スタート。はい、今1キロは過ぎたところですが、1キロのペース4分35でした。いや、いかんいかん、早すぎますね。ちょっとペース落とし目で、落ち着いていきたいと思います。はい、走っていくコースはこんな感じの、いつもの僕のランニングコース。ここから川を下っていく形でね、行きたいと思います。今日マジでいい天気ですね。いや、本当に雲一つない青空って感じですよね。いや、いいランニング日和です。走っていきましょう。はい、ちなみに今日シューズはナイキのペガサス39ですね。僕のいつものランニング練習用のシューズで、今日も走ってます。いや、しかし今日は本当天気が良すぎて暑いぐらいですね。汗かいてくる。はい、5キロ通過して、ここまで平均ペース4分45秒ですね。いや、ちょっと早いですかね。まあでも練習なのでね、ちょっとこれぐらい早めで、維持してもいいかもしれないです。はい、こんな感じの川沿いの道ですね。いや、もうずっとほぼ平坦、川下ってるんでちょっと下り気味かもしれないですけどね。いや、走りやすいです。ちなみに水分補給はこちらのフリップベルト専用のウォーターボトル使ってます。こちらをね、携帯して走りながら飲んでます。はーい、ここで鶴見川に出ましたね。いや、支流から本流の鶴見川ですね。いや、これは気持ちいいですね。いや、景色かけて爽快です。はい、ここで10キロ通過。ここまで平均ペースが4分48秒ですね。5分ギリ切ってるぐらいでね、いや、ちょうどいいペースかなと思いますね。このままキープしましょう。鶴見川の河川敷をひたすら走っていきます。よし、ここで15キロ通過なので、折り返してこのコースをね、戻っていきたいと思います。ペース的にはここまで4分49秒でですね、いや、いい感じに刻めてます。いや、ここからね、川を登っていく上り基調になるので、ちょっと気合が必要ですね。カード半分、頑張ろう。はい、ここで20キロ通過です。平均ペースが4分51秒で来てますね。いや、まだいいペースですけど、だいぶ足が重くて、いや、辛くなってきました。ちょっとペース落ちるかもな。まあでも、あと10キロ試合で頑張っていきましょう。これきついな。ちょっと走れないような気がしてきた。ちょっとね、今22キロ
超えたとこですけど、もうペースが5分50秒台ぐらいに落ちちゃって、かなり足が重くてね、きついので、いやちょっと今日は残念ですが22キロでリタイアです。うわー悔しい。ちょっと20キロまではねいいペースで刻めてたかなと思ったんですけど、そっからちょっと足に重さがねガクッときちゃって、いやーちょっとね不本意ですが、まあ、ちょっと無理してもあれかなとも思うので、とりあえず今日はこの辺で、ペースは終了にして、そっからジョグで帰っていきたいと思います。うわ悔しい。じゃあポカリいただきます。息がありますね。いやー悔しいね。本当にいい感じのペースで20キロまで行けたと思ったんですけどね、そっからガクッと落ちて、まあ甘くないですね。いやー行けると思いつつも、いや悔しいですけどね、まあ、まだまだ足の筋力と持久力が足りないという学びがありましたね。やっぱり甘くないと、サブ 3.5。 まあこれでねまた新しい課題が見えたかなと思いますので、またこれを改善して、で3月の桜マラソンで 3.5 をね達成できるように頑張っていきたいと思います。でね、まあ、これから予定としてはね、3月の本番の前にもう一本あのローカルなマラソン大会でね、レースシミュレーションを入れていこうかなとは思ってますね。まあ、今日の反省を生かしてまたトレーニングを積んでいきたいと思います。はい、というわけで今日は30キロ走ならずというところで残念でしたけど、22キロ走でしたね。まあね、まだまだ課題が見つかったということで、これからねまたさらにトレーニング頑張っていきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです。頑張ります。というわけで、今日はご視聴いただきありがとうございました。また次回のトレーニング、そしてレースでお会いしましょう。バイバイ。悔しい。